はい、じゃあ続きいきましょう。庭園だって。遺跡深部。お、遺跡深部到着しました。待って、なんかかっこいいのいたね。自爆士みたいなのがいたよ。さあ、最深部にたどり着いた。油断はするなよ。はい、行こうぜ。そうね、最後まで突っ走るわ。あ、ポーションいっぱいか。追撃ダメージが俺今すごい出るから、それのおかげだよね。お、マジか。少なかった、ラッキー。ラストゲージ、お、いいじゃん。次の中ボスぐらいまでは倒したい。ボスは無理だろうから。いやー、これ行きたくねえなー。これどうなってんの。いや、マジそんなにズルはいけないけど、いける。タイからリンク、よし。ミサイル、トモエ、トモエ、双剣の連撃で敵を撃ち落とす。敵が火傷になることがある。とりあえずこっちかな。いいね、いいね。お宝発見ね。お、規模はマックスじゃない。あ、これか、初めての強化。規模はこれでなんかね、このアビリティを持つアストラルを所持しているときに風属性ダメージプラス風属性の威力が上がった。そうそう、同じやつを3つ集めると強化マックス。そうだね、初めてだもんな。どうしようか。もうそろそろさ、また赤取ってってもいいんじゃないかな。あ、すげえ、次じゃグリーンだな。でも結局全部100だから、まだ気にする段階では正直ないんじゃないよね。タイネイのピアス3はもういいんだ。耐熱のピアス2。オッケー、お金ねえんだけど。さあ、行くわよ。どこ行った？目標ヒット数。え、35ヒットする前に倒しちゃったんですけど、まあしょうがないね。で、ギフト、オッケー。あ、シーフル倒したい。オッケー。よし、なんかシーフル50体倒すとかそんなあれだった気がする。いいね。お、回復。
でも一番初めのさ、うちのスタートのさ、あ、ずれた。よいしょ。あ、そうか、いけないのか。行くわよ。庭園外周。これは。お、この感覚は。魔女の西が近くにある。ああ。ここ。魔女の西なんか途中二三個多分飛ばしてるログだもんね。実験から6年、完成形が見えてきた。強力な出力を行うために核となるキャラクターには強い力が必要となるみたい。なるほど。あ、そうなの？いいな、追撃ダメージ高いよな、やっぱり。あー、強い強い。バーストマックス。おー、ノー。待って、バーストマックスが1個あるならどっかでバースト使えるってことだから。うわ、何やってる。いや、確かにこの子、傘からビーム出す子いたけど、そんな先制攻撃打ってくの気をつけなきゃいけないじゃん。あ、もうでっかかった。すげえ。マジ、車線が長いからさ。この子気をつけないとね。もう鍵使っちゃおう。冒険の醍醐味ね。強行のプレゼント。貴族性がどんどん上がっていくぜ。いいね。うん、オッケー。あ、でもそんなに当たり判定はないか。フレイヤー、あれ、フレイヤー、あ、ここじゃないのか。さっき負けた時か、フレイヤー。まあ、いっか。暴れるわよ。いい気分ね。お、トータルダメージ一瞬にくいでしたな。あ、回復もある。追撃のペリドット。おう、普通の宝箱。フレイヤー、ちょっとどっかでバースト打ちてえな。打っちゃえ。ラッキー。鍵もある。鍵？鍵？あ、すごいとこ出てんね。ダッシュ、なんかダッシュするとなんだかんだってあったね。ふう、敵を倒した時に爆発の追撃が強いな。強ラヌプレスレットさん、氷結の氷のアミレット2。氷柱か。氷柱。まだ
おう、S ランクで、ポーション取って、正直次でも次のボスで多分バーツを使い切るぐらいの勢いでいいかな。今はいらないわね。あれ持ち帰りたいよな本当に。次の回に行くわよ。気候ゲート。行くわよ。おう、ガリレア。ん？違う。グレイだった。あなたが破壊兵器を使い、私たちがマズルの発明を起草するんだから教えてやろう。教えてやろう。あ、同じだった。なんだと。遺跡と鍵を作ったのが同じ魔女なら、私は鍵を使って破壊兵器を起動したこと。天候を当てるということは敵国に災害を、自国に恵みをもたらすことができる。愚かな錬金術師以外の人間はその全てを殺害する。なぜわかる。真理を手に入れる。違うわ。くだらん。受け入れよう。変化とはすなわち弱さ。あれ、もしかして戦うの。お前か。あ、違った。あ、なんだっけな。次の女王。はい、風よ。いいね、いいねな、さすがバスト。これがさ、攻撃通るのかな。通る通る通る。オッケーオッケー。やばい。待って、急げ急げ急げ。オッケー、びっくり。よし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 。いくらになるの。怪我には気をつけないと。大河のリングさん、いいね。火属性上がっていくぜ。間違えた。やっぱ砦はさ、砦じゃない、扉はさ、まるで入りたいじゃん。どうにかここまで来られたわね。その本気になったグレイにどうやって勝つつもりなんだ。力でいくしかない。1対1なら止めてみせる。天命ってことは言うためにグレイは何だか焦って苦しんでるように見えたの。おいおい、グレイを説得したいっていうのか。しょうがねえな。今から走って間に合うか。間に合わせる。ジッパーみたいな強い力を持ったキャラクターが必要なんです。一緒に行こうぜ。さあ、決着をつけましょう。さあ、行くわよ。うわ、敵の動きが止まるんだったらどうにか。鍵4個もあんのか。これ壊せんのかな、今のやつ。これオブジェクト。あ、オブジェクト、かっこよくなってる。エンジェア。あれ、エンジェラって回復できたんだっけ。エンジェラ、あ、違かった、風のバリアだった。行くわよ。そーれ、うえ、待って、そんなに射程長いか。まずこれで出ないことを確認してからポーションを飲みましょう。バーストが足りないな。
ボーナスステージはちょっと無視するか。いやでも横だけだったらいいよな。25でいいからな。うん、意外とやっぱ技範囲が広い。よし、オッケー。姿勢のブローチ2。いや、受けるダメージがマイナス 5% もいいよな。あ、回復ナイス。ちょっと置いとくか、この回復は。帰るでも2で止まっちゃうか。もう次ボスだもんね。これで3が出る可能性は。追撃のエメラルド。あ、すげえ、後ろまで行くのか。サーキブル方式。すげえ、あの。ん？あとどこにいるの？おう。風のさ、攻撃がすげえ残ってくれるからさ、めっちゃ助かるよね。これはそれね、ワープ位置によってはさ、取っちゃうからね、もったいない。おお、1個鍵残ってるぜ。あ、エンジェラさんじゃない？2だった。宝箱の鍵から、宝箱の鍵を使ったのに。あぶねえ、食らった。もうそういうのはしょうがねえな。とっさのあれができねえから、ガードもねえから。まあいいや、勝てばよかろう。よし、ポーション1個しかないのか。はい、さあボスだ。いや無理だとは思うな、バストも1個しかないし。よう、追いついたよ、グレー。なんだと。世界を満たす結果がそもそも毎日ダイアンが考えたものだ。近所の人、精神を操る力を持って錬金術の扱いを伝える。家庭落ち研究は止まった。あ、なるほどね。なぜわからん。結果は同じだ。知識を与えてくれたけど、錬金術なんて一回も言わなかった。そうだ、夜明けだった。うん、天命とは不変。そうだぜ。限ってやった天命が本当になら、お前は遺跡を起動するんだろ。俺様とのがそんなことさせねえさ。愚かな。あ、破壊兵器が起動した。キャラクターならお前の目の前にいる。私自身がキャラクターとなるのだ。我が名はグレイリト。あ、そうなんだ。ダイアンリードに作り出された逆だ。なんだって。父さんが金銭を使って作り出した逆だ。確かに存在が違った。変えてみせる。覚悟しなさい。ノアリトル。ノアリトル。計画の邪魔はさせ。グレイ、覚悟しなさい。一撃。
うへえ。魂の叫びよ。わーい。なんかしてんな。あ、待って、うわ、敵出してくんだ。ただこれでバーストたまるから、たまるな。あ、で回復戻してくれる。ね、バーストもう一個溜まったこれ。これがさ、完全にこっちの追い風なんだよな。回復も落としてくれてるし。なんか当たってね、勝ったぞ。真理へ至る力、これでどう？チェ、負けやしない。でもまあ第二形態があると思うんですが、同じ松をたどるがいい。気をつけろ、やつを言われてるんだ。はい、まだあるのか。できればアイテムを残していってほしいが、フィールドが変わった。お前と私は全てが違う。諦めないわよ。どこに攻撃すればいいのこれ。消し去ろう。ギャー、これどうする。いや、真ん中入っちゃったね。よくなかったね。足場あったかな。まあいいや、頑張ったね。55分。あ、これで復活できるんじゃない。復活を作ろう。惜しかったわね。負けないわ。ああ、作戦を練り直しね。はい、探検記録です。最大ヒット数50を達成する。はい、あ、なんか入ったぞ。なんか下の方にさあったんだよ、これかね。音速のジャックを3回倒す。クイーンを、剣のクイーンを3回倒すことによって、そう、ここら辺が解放される。うわ、なんかすごいのいっぱいあったな。グリーンクリスタル50個、ヘルモードをクリアする。魔女の試練で究極の試練、魔女の試練っていうのがあるの。難易度ベリーハードプラス2、難易度ベリーハードプラス2とさ、ヘルが果たしてどっちだっていう話だね。でもベリーハード2の方があれか。プレイデータ、まあ、まだそんなところまでは。アニマか、アニマはここだね。アニマバースかっこいい。同じだよね。やっぱジャンプ回数、あ、受けるダメージか。うん、ジャンプ回数いいよな。そう、マックスにしたんだけどさっていう感じ。あ、でも結構集まってきたよね。スタチュー、ゴールドのドロップ率アップ、アスタルを入手した時に HP10 回復、15ヒット以上にダメージ10。うん、じゃあこれでね、復活できる人形、これ、OK。あとは、2800ダメージを上げてきたよね。HP プラス 20% だと思ったら20なんだよね、これね。受け身、エーテルスラスト。
で、ここら辺は、あ、これな、鋼のキング、剣のクイーン、音速のジャック。あー、倒す、そうなんだ。ここら辺がボスなんだよね。まあ、ちょっと後回しにして、自分の、ポーションの最大所持数なのか、グローポット、これがさ、あ、でもスタチューはまだいいか。あ、コアシンボルを4回。あ、耐性強化ってのもあるのか。ここら辺は俺しばらく後回しでいいかな。でもこれ討伐が成功した時にノアの HP が10回復する。これちょっといいかな。ありかなって思うんだよね。持続回復は欲しいよな。でもちょっとここら辺やってみようか。ポーションの、あーでもやっぱりポーションプラスか。な、ポーションプラスしよう。で、ポーションの回復量も上げ、足りない。で、ちょっと行けるところまで行きましょうか。さあ、行くわよ。まだひたすら周回だよね。はい。今さ、あそこまで行けたけどさ、次行けるとは限らないからね。あ、でも195だったらちょっと強かったんじゃない？あー、スリング持ってないけど。いや、ライオンいるかな。で、ちょっともうすぐジャンゴはスキル域。いやー、シーフ倒せないよな、まだな。お、倒した。ラッキー。持ちきれないわね。いいじゃない。持ちきれないわね。開けてみましょう。で、今回の実績。あ、すげえ。風属性か。炎でずっと攻撃したもんね。すごい、いつの間にか一番の攻撃を放ってたな。累計ダメージが1位になった。でも早く、あ、トータルダメージが見てなかった。結局風属性がさ、手に入らないことにはさ、どうしようもないもんね。不思議な力を感じるわ。いいよね。何が手に入るかしら。3、もう3はいらない。あ、これさ、耐熱のペースもう1回手に入っちゃえば2になるってこと？あ、見れないや。もう3が出てるもんね。これ2をもう持っちゃえば。でもまたあれだったな。風、あ、風属性、風属性アップしようぜ。アストラルが早く手に入らないことには。よし、いいね。連鎖のリング3、炎症のピアス2、衰弱のバレッタ、敵のめまいが病弱に、1ヒットごとに風属性ダメージプラス3。いいじゃん、連鎖のリング。なんだか嫌な気配。頑張るぞい。こ
ここは勝てばいいからな。これいけろいけろ、ほい、よし、うわ終わりじゃねえ。待ってかじゃない、まずい。まあ初めだからそんなに、よかった。まあ序盤だったからよかったな。お、ハリケーンドラゴン、ハリケーンドラゴンはこっちに持ってきてた方が強かったよね。力をもらえそうだわ。悪くないわね。まあブルーとレッドだったらどっちでもいいのか。おお、ラッキー。もう一回ぐらいあるかと思ったけど、これはなんだい。万能薬のバンテージ、ポーションを使用した時に状態が回復。お、回復。あれ、お金って持って帰ってこれてるのか。これそう、これがあるんだよな。あれこそあって、うん、結構当たるしょうがない。 D のさんは回復できるからこっち。大火のリンク2を買っといた方がいいってことだよな。あ、ポーションあったね。鍵はいい。お金を無駄にしてしまった。はい、ノア様についてきなさい。暗がり、剣のクイーン。おい、なんか今のところダメージを食らってないんだけど、奇跡的にやったぜ。回収のブレスレット2、アストラル欲しいよね。あれ、石板をどのタイミングで使うかだな。倒した。あ、回復。オッケー。ん？何これ、この部屋。何この部屋。あ、鍵を開けるだって。鍵入ってない？バースト。初めてこれ。新しいタイプだね。鍵変える。聖杯は炎のゴブレット。
あ、トモエがいる。待って、ポーションめっちゃ使えるけど使い切らないだろうね。バーストー、風よー、つえー。あ、そっか、復活あるのか今回。おい麦。あ、鍵。追撃がないとダメだね。後ろに回り込みたかったんだけど回り込めなかったな。さあ頑張りましょう。さあ行くわよ。全然違うとこ放っちまったぜ。あ、でもあれだね、あれがあるから上。ポーション結構使えるからうん、せい、そらや。ひっ、うえ、食らった。でも、今回は回復もあるからな。強い。逆向いとるやんけ。おっしゃー。回復。癒しの薬。待って、バースト増えたぞ、また。あれか、ポーション今使うってやつかな。まだまだポーション使えるけど、でも部屋がないのか。回復しちゃった。あ、ボーナスステージ。なんか着地しない方が、ん？空中で放ってた方が。ああ惜しい。フレイヤ、フレイヤか。ああそっか。使えないってどうせ補充だからと思って。あ、バーストもあったのか。バーストを使うっていうトロフィーだったような気がするんだよな。キバ大病のピアス2。あー、そっか、一番初めは上から落とすのか。あんまり、あんまりだね。だこいつにも種類がいるんだね。ハンマーか。もうでもさすがに戦いになるから。
あ、使い切ったか。懐にうまく入れるかどうかだよね。いいねいいね。なんとかなんとか懐に。もうこのブレスレット2。ハーピー。ハーピー。ハーピー。急降下で敵を撃ち落とす。ああ、これか。じゃあ、なんか微妙だな。微妙だな、なんか。じゃあ一旦区切ります。お疲れ様です。